こんにちは、平田チャンネルです。こんにちは。新商品の紹介です。はい。なんと特注限定ラケットです。え、特注。あ、これ特注なのか。特注。あ、そうなんや。お前特注って書いてある。そうやろ、はい、カタログには一切載ってない。オープン価格。そう、ラケットはアコースティックカーボンインナー、日卓の弦楽器シリーズ、うん、はいはい、それの中国式のペンのスリムタイプ、うん、スリムタイプ。スリムタイプ。まあ中国式のペンってまあ俺ら二人ともシェイクやからあの何とも言えへんけどまあよくこう中ペン買う人で、はいはい、まあ、一番中ペンでみんな気にするのってお客さんとかでも、うん、やっぱ握り心地、まず一つは、うん、大事ですね、うん、あともう一つは重さ。はいはいはい。でやっぱりシェイクと違って指で持つからあんまり重たいやつって扱いにくいってみんな言うよ。そうですね、どうしてもヘッドがね、そうそう、落ちちゃうんで。だいたいまあ欲しがるグラム数っていうのが、はい、85前後が多いかな、はいはいはい、84ぐらいとかが一番多い、中国式のペン、あのバタフライのラケットとかでも。で、今回出たのがもう多分握ったら分かんない、めっちゃスリムやん。めっちゃスリム、うんうん、何が違うかっていうと、まずこのエラの部分がちょっと細い、うん、普通の中ペンより、うん、で、単純にグリップをめっちゃ細くしてる。そうですね、グリップが一番違い分かりやすいかな、うん、だグリップ、ここを見たら全然違うよ、形が。ほんまや、なんか面白い形ですね。もうなんかめっちゃ削ってある。めっちゃ削ってある。で、ちょっとエラが狭い、うん、で、ものはアコースティックカーボンインナー。こないだ仕出したとこや。あ、あれか。そう、お前仕出しましたね、一回。そうそうそう、ヤンマのラケットプレゼント企画で。はいはい。そう、でしかも重量はなんと多分中ペンユーザーにはめっちゃ嬉しい。4本中、うち4本だけちょっと限定で入ってきたんやけど、83が3本、はい、と 84g、うん、超ベストいい重さですね。で、まあ値段はもちろんオープン価格で、まあ、はいはい、販売自体は普通のアコースティックカーボンインナーと同じ値段だ、2万円プラス消費税、うんうん、まあ、そこからもちろん割引をさせてもらうねんけども、多分めっちゃいいと思う、うん、この握り心地が。もう中ペンじゃない俺でもめっちゃ握りやすい。握りやすいですね。で特にこういう細いグリップって、ニッペンを使ってて、うんうん、でちょっと裏面をやりたいから中ペンに変えてみようかとかいう人も、うん、こういう細いグリップはあんまり違和感なく、だエラが広いとどうしても日ペンと中ペンの差が激しいから、そうですね、持ちにくかったり力が入りにくかったりするけど、うんうんうん、これは多分めっちゃ持ちやすそう、うん、まあ限定なんで特注。え、これもあれですか、なくなったら入ってこないですか。今のところは、はい、もう一回生産があるかもって言われてる。 あるかもで今結構ツイッターとかで、あのいくつかの卓球専門店が入荷しましたっていう連絡が入ってて、はいはいはい、多分みんなツイッターとかに載ってると思うんだけども、うん、うちも4本だけ限定でちょっと入荷したんで、でもちろんネットショップにも平たく屋に出しますし、はい、うん、あとは、店頭にも、まあ、なくなり次第終了なんですけど置いてあるので、うん、まあ、ぜひ興味がある方は、うん、もう全然いいと思う、これは。あり、いや早いもん勝ちですね、うん、で性能やっぱいいしな、うん、打球感めっちゃいいです。いい、タコースティックでテンション系とめっちゃ合う。合いますね。こないだ打って改めて思った、うん、中国ラバーとかになるとちょっとな、球持ちがアウターの方が好きやねんけどな、はいはい、テンション系に合わすんやったらもう最高に良かった、うん、そうですね、柔らかいラバーでも硬いラバーでも、うん、カーボン自体がしっかりした FE カーボンですね、硬い、うん、ということで以上、今回はちょっと新商品の紹介だけということで、うん、まあせっかく特注なんで、うん、ぜひ皆さん、はい、興味がある方は一度試してみてください。ということで以上、アコースティックカーボンインナーの C スリムの紹介でした。はい
それでは皆さんありがとうございました。ありがとうございました。